なんかあった？最近。いや、何でないですね。なんかあっただろ、さては。さてはなんかあったでしょ。なんもない。まあ、本当に、なんていうんですかね、炎上ってなんだろうって考えたぐらいに燃えないというかね、僕は全然燃えない男として。そんなことないじゃん、結構炎上して叩かれたりもしてんじゃない。でもこの間のその開票特番に関しては全くのその火も立たずですね。いやでも基本はそういうもんなのよ、その火が立たなくて普通なのよ。私はもう今回もものすごい体勢でしたからね。だからやっぱり事前にさ、今回だけは本当にお願いします、もう何度もありました、それが TBS の上層部から何からで、今回だってあの2人増えてんですから、私のその周りどんだけストッパーも用意してんだってぐらい、そんなに言わないよ俺だってっていうぐらいいましたし、何よりやっぱり一番 の影響があったのは、現場に社長がいました。もうそれが一番なんだよね。そうなんですよ。そうそう、だから別にホランちゃんとか石井さんとか呼ぶ必要ないんだよね。太田光代をカメラの底に置いとけばもうそれでもう何も言えないっていうことになる。何も言えない、ね、しかもだから本番10秒前あれ生でしょ、10秒前って俺こうやってセンターに立ってる時に、はいはい、で前って言った時にパッて横のカメラ横見たら社長がスツツツって出てきて見てるわよともう一瞬頭真っ白で何喋れるんだか分かんなくそうなんだ、一番のカンフル剤なんだよ なんだこれが。だからその本番までも楽屋にまあ TBS の編成部の誰々ですとかさ、お偉いさんたちがいろいろ入れ替わり立ち替わり、一緒に来りゃいいものを、いちいちなんかさ、もう何度も念を押すように、だもう忘れると思われてるだからファインディングドリーだと思われてるあいつ忘れるから、ほらすぐ言ったからやっていうね。打ち合わせでも言われてんだよ、打ち合わせでも なんて言われた具体的には。あのいろいろこう打ち合わせ終わった後に、まあ、MC 全員いるわけですよ、で一人あのお偉方の人がこう立って、一応あのあ最後に別にこれあの TBS から の、 あの注意事項なんですけども、つって、TBS の場合はあのこのルッキズムですね、これはあの人の顔とか、そういうのなんか茶化したりするのは一応ご勘弁いただきたいということと、それから、暴言、あのバカ野郎などの暴言俺と小川と石井とさ井上君とね、なんかホランだよ、誰もそんなこと俺しか言わないホランちゃんがバカ野郎って言うわけないんだから、完全に俺だけに言ってるよねそれっつってそれ言ったのそうそうだ言った言ったいやいやこれは皆さんにとか言ってんだけどさ言わない、そんなの多分普通は打ち合わせで言わないことなんだよ、ね、それをわざわざさ紙持ってさわざとらしくさ、そんなのお前これは元々の決まりですみたいな感じ で、ね、みたいな感じで一応全員に言ってますみたいな体で完全に俺に言うんだから、もうだもう何ももう言えない、俺も言うやるつもりはなかったし、まあ、そんなのね、まあ、大変ですよもう。そしたら明くる日のネットニュース見たら、太田炎上せず期待外れて出るっていう炎上をしたわけ。そうで、それがまた炎上していくんですよどんどん。あ、そう。ふざけんなよって話ですよ。冗談じゃないんですよ。しなかったらしなかったで。しなかったらしなかったで。それでさ、だからまたねこの亀ちゃんがね、まあ、まあさすが親友だなと思ったのは、要はその何日か前からちょっとこう、大変だなと思ったんでしょうね。メールくれたよ何回か。ほいで。ピーちゃん大変だねって書いてあって、それでも僕はねあなただけを見てるからなんだよこの何この気持ち悪いさあなただけを見てるからねってそれだけ書いてあってね、で俺はまあでも心配してくれてんだなと思うから、いやーほんと参ったよひっちゃかめっちゃかでさつって返したら、またすぐ帰ってきて、僕はあなただけを見てるあれなんなのあれ、何なの。いやいや何の、いやいやちょっとでも励みになればなと思ったらさ2回目俺があなただけを、あなただけを見ているって返すのに返信なかったよね。そりゃそうだよ、付き合ってらんないよそれどころじゃなかったんですよあの時は。いやいや実際あなただけを見ていたよずっともう7時57分ぐらいから。ありがたいですね、
うん、でもちゃんと真面目にやってもやりましたよね。まあ、じゃあ十もう十分ですよ、うん、もうあんだけ。いやで終わってあの深夜のブロックが始まるんだよ、うんうん、石井亮次君って CBC の炎上してませんよ大丈夫ですよって別にそれだけを気にしてやってるわけじゃないけどねでしたらあの他のブロックの連中がわーって入ってきたらさ小峠がいるんだよ小峠。ああいたね。そう11時からね。でも急にほっとしちゃってさ小峠に会ったらさなんか嬉しくなっちゃってそれまで報道のほら連中に囲まれてたから ああいうバラエティが一人入ってくるとさ小峠もう寄り所見つけたみたいな、ね、よくやっぱりハゲてんだお前みたいなルッキズムだって言われてるそう散々ルッキズム我慢してきてからおいハゲこの野郎そこでもう一気にもうリバウンドでいっちゃったんですねそうそうそう大変だったそうじゃあ今回はもう太田社長にも怒られずじゃあ今回のテーマ僕のテーマはですよ、うんうんうん人の話を遮らないってことだから小学校2年生か各方面からもう言われたんですよ遮らずに聞いてください政治家の話を遮らないでください、うん、割り込まないでください、うんねうん、でまた僕がだけがねこれをね人の話を聞かないっておっしゃいますが皆さんね、うん、政治家の人たちはね制限時間知ってんですよあの時、うんうん、でもそう確かにそう俺がねこうどうですかって渡したらもう帰ってこないですからね、うん全部使おうとしますそう帰ってこない、まあ、あれお袋に預けたお年玉みたいなもんだから金は帰ってこないそこで自分の才能を挟み込む別に才能ではないわこの切れ味鋭いこのうるさいわこの例えいかがでしょうみたいなことでやかましいわで帰ってこないからどうしたってねやっぱりね、うん、このまま終わっちゃうっていうのは、うん、ある生だし焦るわけですよあるある、うん、でしかもちょっと俺が聞いたことだったらちょっとずれたことを延々、はいはい、これどっかで割り込まなきゃと思うけど隙間をまた作んないんだ、うん、彼らはまた、うん、もうちゃんとそういうなんかマニュアルみたいなのがあるからね自分の中でねあってさ一応 TBS のスタッフは今回は本当にありがとうございますとよかったですと今回は今回は前回はどうだったんだよ報道の局長とかさいやよかったです今回は本当にいや今回はほっとしましたみたいな感じやってるもう起用すんなそしたらそしたらさ「あいやもう」ってこっちもっつったら、うん、社長がバッて来て「あお疲れ様でした」っつったらそのまたお偉かった「あ社長!」ってダーッて行くんだよあそれもそっちに出すとそうそうで俺もこう慌てて追いかけるようにして社長のとこ行って「で社長どうですか今回は太田さん頑張ってくださいました」っつったら「そうですねまあでもいくつかまあ注意する」ところはあります、ね、あれかっこいいなおい怖いぞおしたらなんかそのいくつかその割り込んだところがあるとあ惜しいけど惜しいだねやっぱりあなたはねそういうところがやっぱりダメなんだ っていやあれはしょうがない、うん、あれほんと遮らないと向こうが言いたいことだけ言って終わるからね、うん、そうなんですよ聞きたい質問には答えずに向こうの中心情だけ言って、うん、そうなんですよ、 そうなんですよあれはもう割り込まざるを得ない、うん、絶対にだけどそれは言えないんですよ僕からは僕から言うことはああやっぱりそうかなそれはもうちょっと俺もねあれだねっつって言ってて、うんうん、なんで政治家には言いたい放題言えんのに家で言えないのいや怖いからですよそれでその後に明くる日にパッて携帯見せられて、うんまた怒ってんす顔が嫌いな MC ランキング、うん、パッて見たら俺が2位に入ってるんですよ、うん、あそう、うん、おうおうあんた嫌われてるからねって言われていや